探偵コナンの作者の仕事場を特別取材、人気の秘密とは。今夜のハッシュタグは2億冊突破です。メガヒットを生み出す漫画家、名探偵コナンの作者、青山剛昌さんを取材。普段は立ち入ることのできない仕事場を見せていただきました。見た目は子供、頭脳は大人の江戸川コナンが難事件を次々解決する名探偵コナン。1994年に週刊少年サンデーで連載を開始。コミックは現在25の国と地域で翻訳され、累計発行部数2億冊を突破した超人気漫画です。世界中で愛されるわけは。コナンが生み出されているその仕事場を訪ねました。実は私も単行本を全巻集めるほどのコナン好きです。あ、こんにちは。作者の青山剛昌さん、53歳。まずは食事や休憩をするリビングへ。あ、ドキドキする。あ、すごい、もうここです。めちゃくちゃあるじゃないですか。棚にはコナングッズや先輩漫画家のサインが飾られていました。さらに奥の部屋では、私の寝部屋です。あ、アシスタントさんの。そうです。現在6人のアシスタントが一緒に働いています。先生と本当に生活を共にされてる。そうですね。じゃあ仕事場に行きましょう。仕上がってますけど。仕事場に足を踏み入れていいんですか。いいですよ。失礼します。ここで、そうですよ、生み出されてるわけですね。手前右が青山さんの定位置。アシスタントも同じ机で一緒に作業をします。そして作業机の横壁を見ると、本棚には資料がぎっしり。でもこれだけではありません。玄関に戻ってみると、え、本棚というか、これここ下駄箱ですよね。そうです。 DVD がこんな感じで、こんなところにももう入れるとこがないんで、全部漫画を描くための資料。警察についての本や宝石の本、さまざまな分野の本が並んでいます。これだけこう資料を集めるのってどうしてなんですか。まあ、いろいろミステリーっていろいろね、探偵だからいろいろなことしてないといけないから、うん、コナン君がね、うん、俺じゃなくて。バイオリンが出てくる事件では音楽の知識、城が舞台の事件では歴史の知識。名探偵コナンは徹底的なリサーチによって生み出されているのです。まあ、どうしてそこまでそこにこだわって、一応コナンはあのちっちゃくなったっていうことだけがファンタジーなんで、はい、あとはほとんど実物のものが出てくるっていうのが、うんうん、だからこそ嘘はないというか本物。そう、細かく細かく本物。そして漫画の中でキーポイントになるトリックでも、青山さんはリアリティを追求しています。例えばこちらの一室で起こった事件、防犯ロックがかかっており、密室での犯行に見えます。でも実はこれトリック。実際に書くまでには何度も試してみたそうです。その実験を再現してもらいました。取り出したのはセロハンテープ。テープを防犯ロックに貼り付け、ドアを閉めます。すると防犯ロックが閉まり、ドアの外からテープを引っ張り回収すれば、閉まった閉まったね、ほら開けてください。こうして実際に実験しながらリアルなトリックを考え出していくのです。漫画を描く様子を見せてもらうと、その手順にも青山さんならではのこだわりが。
通常漫画家はネームと呼ばれる物語の設計図を書き、下書き、ペン入れと3段階で漫画を描いていきます。しかし青山さんの場合はペン入れの前にもう一度下書きをしているのです。とにかく見やすく、読みやすく、うん、まあ、かっこよくする作業ですね、これは。コナンはミステリー漫画のため他の漫画に比べセリフの量が多くなっています。たくさんのセリフをいかに分かりやすく読みやすく表現するか、青山さんはこれまでの作品でもそこに細心の注意を払ってきたといいます。例えばマジックカイトのこちらの何というセリフ、1枚目ではここに配置されています。ところが2枚目ではより分かりやすくするためにセリフの位置を下げています。さらにもう一つ、こちらのセリフは1枚目は小回りの線とセリフがくっついていたのに対し、2枚目はコマの線とセリフの間に小さな隙間を作っています。このほんの少しの工夫がセリフの読みやすさにつながっているといいます。こうしたこだわりはコナンの最新映画にも詰まっています。チャンスは一度だけ、ああマットレカザー、お前だけは死んでも守った。映画のポスターの原画を見せてもらうと、どうぞ。うわあ、いいんですか。そうです、本物です。やばいやばいやばい、大変ですよ、検証員になるかと思いました。色鉛筆で仕上げた力作、最新作はカラクレナイのラブレター、推理だけでなく切ないラブストーリーも注目されています。こちらは青山さんが書いたキャラクター案、週一の連載を抱えながら原画を描いたシーンもあります。なぜそこまでするのでしょうか。楽しいんで。あ、楽しい。楽しいですね。楽しくなきゃやんないですよ。あの名探偵コナンはミステリーで少年漫画なんですけど、まあ、ラブストーリーの要素もあるので、はい、青山さんの仕事場には少女漫画やラブコメの DVD の資料なども、ね、たくさんありました。はい、で今回取材してまるでこうコナン君の頭の中をぐるっと見て回ったような感覚になりましたね。そうか、コナン君の頭の中ってああなってるんですね。そうですね。あの青山さんの知力体力、これ驚異的ですよね。その原動力はやはりあの楽しいからということなんだと思うんですけれども、あの私たちも何かやろうと決意するときに、それが自分にとって楽しいことなのかそうでないのか、これを基準にして判断してみるのも一つの方法ですよね。そう